はいどうも、映像お笑い音楽クラブの時間です。お笑い芸人の中西さんです。よろしくお願いします。前回の撮影がこの前の日曜日でして、今水曜日なんで、今木曜日なんで月火水の中3日で、また撮影してるっていうのが自分的には驚異的なスピードなんですけれども、まあ来週になるとちょっとやらないといけないことがちょっと増えてきて、あんまり余裕が、心の余裕が時間的にはあると思うんですけど、こういうのをやってる余裕がなくなってきちゃうと思うんで、とりあえず撮って、まあ、ちょっとずつでも編集して、まあ、来週の火曜日か水曜日ぐらいにはアップできるようにっていうのを考えて撮影してるんですけれども、よろしくお願いします。第3回です。前回はですね、私はこうして初期パンクにハマったっていうことで、自分が大学時代に、友達から、クラッシュのファーストアルバムを借りて、このアルバムが大好きになったっていう、ところまでで、終わったと思うんですけれども、ちょっと今日はねその続きからお話しさせていただこうと思うんですけれども、まあ、クラッシュのファーストこれ大好きになりまして、じゃあまあクラッシュっていう人たちのね他のアルバムも聴いてみたいなっていうことになりまして、で、まあ、僕が、借りたその知り合いが借りてきたであろうお店に行って、クラッシュの他のアルバムを探したんですけれども、当然流れとしてはね次のこれを借りたいわけなんですけど、 Give Him Enough Rope セカンドのね、ドーラン、これを借りたかったんですけど、これ置いてなくてですね、3枚目のロンドンコーリングがありまして、でロンドンコーリングを、借りて聞いてみたんですけれども、このねファーストのね荒々しいガレージロック的なパンクロックのね速い激しい短い曲っていうのがまあないっすよね、ほとんど。うん、多分意識的にそういうのじゃなくてもっと音楽性を広げようとしてるっていうアルバムになるんで、まあ正直微妙だな、微妙というか良くないなと思いましたね、その時は。今はまあまあ大好きですよ、ですけど、うん。でどうやらそれで、あ、僕はクラッシュっていうバンドというか、まあこのファーストアルバムが好きなんだなっていうことになりまして、まあ残念だったけど、まあ他のこういう、あ、こっちか、こういうアルバムに出会えるようにいろいろ聞いていこうと思って、まあそのお店ではいろいろ借りたんですけれどもね、ラモンズも、もしかしたらラモンズの劇場は借りてきたかもしれないですけど、まあ、正直その時はあんまパッとしなかったし、そのラモンズのライブ版は確実にそこで借りてるんですけど、なんか同じような曲をずーっと早いんですけどね、全部ほとんどの曲ずーっと同じように聞こえたし、有名なラモンズもダメかということで、でストゥージンズのファーストも借りましたが、地味だな、あんまり速くないし基本的に全部ゆっくりだし、ストゥージンズっていうのも有名らしいけどあんまりだなと思って、他にもなんか借りたかな、ルーリードも借りましたね。まあもちろんもちろんまだね、これでちょっと洋楽好きになったぐらいじゃね、ルーリードまあわかんないっすよねでそんな感じで、まあなんかもっと洋楽で好きになるようなのないのかなと思って過ごしてましたら、まあこの白いボードを借りた年なのかその次の年なのかはわかりませんが、覚えてないんですが、年末に毎年実家に帰ってまして、その時その年がですねロック生誕60周年みたいな年だったんですよね、2000、
5年か6年だと思うんですけれども、それで、NHK の多分衛星放送だったと思うんですけれども、それでなんかその、まあ、日本が作ってる番組なんですけど、洋楽の、ずっとそのチャック・ベリーとかエルヴィス・プレスリーとかから現代のバンド、多分レディオヘッドとかグリーンデーとかが最後の方、紹介されてたと思うんですけど、そういう一連の流れをずっとライブエイドとか PV とかを流して紹介するみたいな番組をやってまして、で、まあ順を追っていろんなバンドを見てたんですけれども、その中でね、パンクもしょ、もちろんね、紹介する流れになるんですけれども、確かね、イーグルスとかがね、パンクの紹介の前にあって、このロックが良かった時代はもう終わったみたいな歌ですよね、確か。ホテルカリフォルニアって。で、その後に、パンクの紹介になって、まあ、ロックっていうものがちょっと小難しいものになって、プログレッシブロックとか、アリーナロックとか、すっごい大きな会場で、たくさん、なんか、お客さんがいる前で、派手な演奏をするみたいな時代になって、あんまり、こう子供が喜ぶようなこう身近なものではなくなってしまったみたいな流れで、で、まあ、イギリスでは大不況だしみたいな流れで出てきたのがパンクですっていうので、じゃあ聞いていただきましょう、セックスピストルズの「アナーキー・イン・ザ・ UK」みたいな、まあ、そんな紹介の仕方ではなかったんですけれども、その「アナーキー・イン・ザ・ UK」の、PV が流れまして、いや、かっこよかったんですよね。前回の配信の時に、ピストルズの、多分これのデモ音源は、CD で聞いたんだけど、ピンとこなかったっていうのを言ったと思うんですけれども、その、アナーキー・イン・ザ・ UK の PV、多分この音源、まあ、PV なんで、勝手に仕上がれのアナーキー・イン・ザ・ UK の音源流してると思うんですけど、その音と、その、ジョニー・ロットンが歌ってる姿とか、当時のパンクスがこう、ポゴダンスしてたりとか、なんかこう、すっごい派手なメイクしてる女性の方とかがこう、首絞められて、ウェーってなってるみたいな、なんかそういう混沌とした、その当時の雰囲気がめちゃくちゃかっこいいなぁと思って。で、まあ、もちろんその、いろんなパンクの CD 借りてたそのお店で、もちろんこれを、なんでそれまで借りなかったのかっていう、多分そのデモ音源を聞いて微妙だったから、これも借りなかったと思うんですけど、その PV を見て、借りに行って聞いたらもう、全曲かっこよくて、すぐに大好きになりましたね。で、なんかクラッシュを聞いたときは、そのクラッシュのファーストは好きなんだけど、クラッシュっていうバンド自体もまあそんな好きではないのかなって思ったし、パンクっていう自体、もの自体にもそんなにもっと知りたいっていうふうにはならなかったんですけれども、そのね、番組のアナーキー・イン・ザ・ UK のPV を見たら、あ、もっとパンクのいろんな音楽聴きたいなと思いましたね。当時の映像がたくさんで、いろいろコラージュみたいなので入ってたんで、はい。っていうことで、もうすぐ10分になるんで、全然進まないですね、話が。これ何回ぐらい続けようかな、こんなの聞いて楽しんでもらえてるのかなっていう不安もあるんですけれども、多分このまま話してたら20分とかなっちゃうんで、とりあえずすいません、セックスピストルズ大好きになりましたよーっていうところまでで今日終わらせていただきます。いやー、もうちょっと話せるかなと思っていろいろこっちにね、用意してたんですけど、ビデオとかなんか、その時に見ましたっていうの、全然話が進みませんでしたね。
じゃあそろそろ締めに入ろうと思うんですけれども、前回からやっているパンクあるあるではなくパンクシンパシーという、ちょっと共感してくれたらいいなぐらいのところを目指してるやつを、じゃあまあそれの第2回やらせていただきます。じゃあ今回のパンクシンパシー行かせてもらいます。パンクロックが好きになって、まあいろいろ聞いてって、そのうちポストパンクというものがあるのを知って、それに手を出してみるけど全然良くないなーって最初思っちゃうよね。はい、パンクってついてるからね、ポストパンクっていうのはまあ仲間なんだろうと思って聞いたら、なんか淡々としててね、うん、ギターの音はやっぱパンクの影響の音なんだけど、全然なんかずっと同じ調子の曲が続いて、ドラマチックな展開が一切ないみたいな感じのイメージでしたね。まあ今となっては、まあ好きなジャンルかって言われたらまあそうでもないんですけど、まあ好きなアルバムとかもアーティストもあったりしますけど、まあね、なかなかパンク、ピストルズ、クラッシュ好きになったぐらいで手出してもまあそりゃわかんないよなっていうような音楽でしたね、ポストパンクっていうものを最初に聞いた時は。はい、じゃあそういうことで、今回の映像笑い音楽クラブ終わらせていただきます。じゃあまた次の、第4回でお会いしましょう。お笑い芸人の中西さんでした。ありがとうございました。